入らん、怖い。こんな感じ。いやーないな、これは。これはないな。これはない。はい、どうも、クリです。今回はですね、ネスコンというオーバル水槽のコンテストに参加すべく立ち上げの風景をご覧になっていただきます。まあ、ネスコンってなんぞやということで説明させていただきますと、小型の水槽でどこまで維持管理できるのか、どこまでレイアウトを楽しめるのかを途中の失敗もみんなで楽しみながら作っていくものとなっております。技術の高さを競うわけではなく、楽しんで管理できる方法をみんなで共有していくコンテストとなっております。平たく言うと、水張った丸い器に水草が1本でも入ってて1ヶ月管理できたら OK ってな緩い感じのコンテストとなっております。あ、よかった、かまんと言えた。それではね、開封の風景からで、ちょいセロテープを貼らない。気を取り直して水槽から開けていきましょう。パッカーパカパカまあねというわけでね、まあこのオーバル水槽を使ってですね、ちょっと水草を使った小さなネイチャーアクアリウムを作れたらなと思っております。まあコンテストだからといってね、あまり気負わずに気楽にやっていけたらなと思ってるんですけどね。まあまあ、もともと僕はセンスがそんなにないんで、自分なりにやってみます。それでは水槽に続きまして、 LED を開封していきましょう。水草育てるのにはこれが必要ですからね。あ、パカって言いそびれた。もう入ってない、もう入ってない、大丈夫大丈夫。お、説明書見ながら組み立てていくんですね。電球部分には4つちっちゃい LED が入ってますね。これでどれぐらい光量出るんすかね。あとはしっかりアームの位置を固定して角度を合わせれば完成となります。一応ね、イメージはこんな感じになりますね。箱の表側にね、載ってる写真と、ほら、同じように。ほら、これが、これ。これが、これ。何してんの？はい、どんどん行きましょう。で、この水槽に使うのはですね、ジェックスの水草一番サンドというソイルを使わせていただきます。このソイル、水草育成には定評があります。はい、使う水草はキューバパールグラスとなっています。ちょっとね、枯れかけてるんですけど、復活してほしいですね。ここからは5倍速でご覧いただきます。で、まあソイルから入れていくんですけども、ソイル8キロのやつなんで、実際ちょっとしかいらないじゃないですか。だから口ちょっとしか開けなかったら詰まってで、詰まって出にくいんですよ。おー、やっと出た、やっと出た。重いんですよね、これね。こんなもんかな。もうちょっと？詰まる、詰まる、もう詰まる。はーい、はい、こんなもんかな。でね、ソイルの量が決まったんで、次はね、レイアウトになるんですけども、ここでちょっとレイアウト決めとかないと、水草を植栽してから変更ということができないんで、なるべくね、時間を使ってレイアウト考えていきたいと思います。で、当初はこの石をたくさん使って石組みのレイアウトをしようと思ってたんですけど、なかなかなんかしっくりけえへんですよね。まあそもそもなんで石組みなんかと言いますと、前回の動画で
リセットして割っちゃった水槽あるじゃないですか。あの中にいっぱい石入ってたんすよね。まあそれ使いたかっただけなんですけどね。で結局何にもしっくりこなくて、こんな大きい石持ってきたんですけど、それもしっくりこない。でまあ仕方ないから余ってた流木を掘り込んだら、あれこれいい感じかなっていうのがだんだん見えてきたところぐらいですね。ここね、ほら見つかった、ほら見つかった。というわけでこれでいきたいと思います。はい、ではね、流木使うっていうことを決めたんで、今度はね、その流木に活着させる草がいるわけですよね。選んだのはブセファランドラ SP クラカンという水草になります。エビ水槽の方で育成してるんですけども、結構大きくなったんでちょっと拝借させていただくことにしました。でちょっとソイルの方を湿らせて一回ちょっと見てみましょうか。こんな感じで、いよいよキューバパールを植栽していきます。でこのキューバパール組織培養なんで一塊になってるんですね。広く植えていきたいんでカットしていきます。あ、組織培養の水草なんですけども、そこの根の部分にゼリーみたいなやつひっついてくるんですね。それは前もって洗い流しておきました。ピンセットでただ無心で植えていくだけの作業となっております。まあこの時ちょっと違う立ち上げ方法を考えてたんで、あんまり気にせずやってるんですけども、注水するときに葉っぱが浮かないようにちょっと埋め気味に植えるのがポイントとなりますね。そろそろ出来上がるかな。一応これで注水前が完成しました。で当初の予定ではこのキューバパールの根が張るまではミスト式で立ち上げていこうという計画だったんですけども、どう考えても25日の注水済み立ち上げ画像を撮るに至ってミスト式をするには時間が足らなさすぎるということで、もうこの時点で注水しに行きました。まあ立ち上げが遅くなってしまったことでキューバパールも黄緑色になっちゃったっていうことなんですけどね。仕事のせいにはねしたくないんですけども、ちょっと計画通りに立ち上げがいかなかったのが悔しいとこっすね。でこの後クリプトコリネのバランサエという種類の後継層を追加しまして、立ち上げが完了というふうになりました。まあバランサエ追加する前ですが見てください。